田中雅宏。先日8年ぶりに楽天への復帰が決まった田中雅宏投手、復帰のニュースは速報として瞬く間に日本中を駆け巡り、全国のプロ野球ファンから歓喜の声が上がりました。そこで今回の動画は田中雅宏投手が第一次楽天時代いかにすごかったか改めて振り返りたいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ振り返り。2006年9月25日の高校生ドラフト会議で4球団が田中を1位指名、楽天が交渉権を獲得しました。11月2日に楽天と仮契約、背番号は18に決定。そして年が明けた2007年、プロ入り初となる春季キャンプでは、当時楽天のエース岩隈久志の球を目の当たりにして、これがプロ野球の選手の球かと衝撃を受けたと言います。当時の監督だった野村克也監督はブルペンで投げている田中の投球を見て、スライダーが使えると判断。当時の楽天は創設3年目でとんでもなく弱く、最下位が定位置のチーム、チームの顔となるスター選手もいませんでした。そこで野村監督はコーチ会議で田中を開幕で使えと、当時の投手コーチだった紀藤誠コーチに指示を出したらしいんです。しかし紀藤コーチは絶対にダメです、田中はまだクイックが速くなってません、ランナーを出すとやられてしまいますと説明。投球動作からキャッチャーミットにボールが到達するまでの時間は 1.2 秒以内が良いとされていますが、当時の田中は 1.3 秒以上かかっており、これでは確実に盗塁されます。また元日本ハムの田中健介氏も、当時のマー君はクイックに癖があり盗塁がしやすかったと引退後のテレビ番組で語っていました。しかし翌年になると完全に癖が消えていたとも話していました。そして2007年シーズンが開幕、田中は先発ローテ入りを果たし、3月29日開幕5戦目となるソフトバンク戦でプロ入り初登板初先発。しかしクイックの課題が露呈し、ランナーを出すと盗塁を決められ、高めに浮いた球を痛打、結局1回3分の2を投げ6失点と打ち込まれ、ほろ苦いデビューとなりました。この時野村監督が交代を告げられベンチに戻った田中の様子を観察、めちゃくちゃ悔しがっており、これは面白いなと感じたらしいです。紀藤コーチは田中のクイックを改善するため軸を大事に投げなさいと指導、また野村監督は田中に口酸っぱく、困ったら原点に戻れと指導しました。原点とは外角低めのことで、最も打者が打ちづらいと言われるコース、原点に投げ込むには力任せでも抜きすぎてもダメ、ピッチングのバランスが必要です。そのために田中は紀藤コーチとバランスの良いフォームを意識して原点に強いボールを投げ込む練習をしていたと言います。そして次の登板では王者日本ハム打線を6回1失点に抑え、4試合目の登板となった4月18日、前回打ち込まれたソフトバンクを相手に9回2失点に抑え、見事プロ入り初勝利初完投を達成しました。紀藤コーチはこの田中の完投劇に驚きを隠せなかったらしく、クイックに加え投げたい気持ちが先行してボールが高めに浮いたり、不用意なフォアボールを出したりといった弱点がこの時全て改善されていたと話していました。その後は白星と黒星を交互に積み重ね、6月13日の中日戦でプロ入り初完封を達成、この年のオールスターゲームではファン投票で初選出されます。8月3日のソフトバンク戦では5失点と不安定な投球を見せるも、打線の援護に助けられ見事に勝利投手に。試合後野村監督は恒例の記者会見で、あのあまりにも有名な名言、マー君神の子不思議なことを発言し、メディアに大きく取り上げられプロ野球ファンの心に刻まれました。8月31日の西武戦で10勝に到達し、球団史上初の2桁勝利投手となりました。結局2007年シーズンはリーグ4位の186回3分の1を投げ11勝をマーク、高卒新人では歴代4位の196奪三振を記録、新人王に輝きました。翌年2008年は北京オリンピックの日本代表に招集され、チームを離脱したこともありシーズン9勝と惜しくも2桁に届きませんでしたが、2年目のジンクスとは無縁の活躍、防御率は前年の 3.82 から 3.49 に改善しました。2009年は初登板にいきなり完封勝利を挙げると、その後も負けることなく開幕7連勝を記録、4月には4連続完投勝利を挙げ自身初の月間 MVP に輝きました。シーズン中盤は白星から遠ざかる時期があったものの、後半戦は再び勝ち続け、最終的に15勝、防御率 2.33 をマーク、球団初の A クラス、 CS 初出場、2位躍進に大きく貢献しました。翌年2010年は11勝、そして2011年3月11日東日本大震災が発生、東北地方を中心に壊滅的な被害を受け2万2000人もの死者行方不明者を出しました。
楽天の本拠地ケースタ宮城も被害を受け、ホーム開幕戦は阪神甲子園球場で開催。そして1ヶ月遅れの4月29日、ようやく本拠地ケースタ宮城で開幕戦を迎え、田中もシーズンが開幕してからは圧倒的な投球を披露。 226.1 イニングを投げ19勝5敗、防御率 1.27、 241奪三振をマーク。自身初となるタイトル、最多勝、最優秀防御率、最優秀投手、ベストナイン、ゴールデングラブ賞を受賞するなどタイトルを総なめ。投手最高の栄誉である沢村賞も初受賞しました。翌年2012年、交際していたアイドルグループカントリー娘のメンバー佐藤田舞と結婚し臨んだこのシーズン、長年開幕投手を務めていたエース岩隈久志がメジャーに挑戦し、自身初となる開幕投手を務めるも5回6失点で敗戦。この年はたびたび怪我による離脱があり、本調子とはいかなかったものの、後半戦にギアを上げ最終戦で10勝目に到達。防御率 1.87、 三振数169で最多奪三振を獲得しました。そして伝説の2013年、開幕から面白いように白星を積み重ね、8月9日のソフトバンク戦でも勝利し、プロ野球新記録となる開幕16連勝を達成。8月16日の西武戦では前年から続く連勝21まで伸ばし、連勝のプロ野球新記録。また8月は5勝をマークし、プロ野球新記録となる4ヶ月連続月間 MVP を受賞。9月6日の日本ハム戦でシーズン20勝に到達。9月13日のオリックス戦で21連勝に伸ばし、シーズン連勝のプロ野球新記録を樹立しました。そして9月26日、勝てば優勝が決まる西武戦、1点リードの9回から登板し、ワンアウトランナー2、3塁の大ピンチを迎えるも、開き直ったという田中は3番栗山、4番浅村を全球ストレートで同じコース外角低め原点に投げ込み、2者連続三振、見事チームを初優勝に導き、田中は胴上げ投手となりました。その後最終登板となったオリックス戦でも勝利し、24勝目を挙げました。そして CS でロッテを破り、迎えた王者巨人との日本シリーズ、田中は第2戦で先発し勝利を挙げ、勝てば日本一が決まる第6戦でプロ入り最多となる9回160球と力投。しかしシーズンワーストの4失点でシーズン初めて敗戦投手となりました。そして翌日、楽天の練習中、グラウンドにはなんと田中の姿があったんです。前日先発したピッチャーがベンチ入りするのは異例中の異例。当時田中は志願してベンチ入りしたと報じられましたが、実は志願はしていなかったらしいんです。田中の肩の状態をチェックしていた星トレーニングコーチが森山投手コーチに、田中の肩の状態がいいんです、1イニングなら投げられますと伝え、森山コーチが田中にお前はどうなんだと聞くと、多分いけると思いますと返答。そしてそのまま星野監督に、田中がいけると言ってますと伝え、星野監督は田中をベンチ入りメンバーに登録したと言います。しかしこの時星野監督は田中を投げさせるつもりはなかったらしいんです。試合は進み、7回表が終わった時点で楽天3点のリード。そして7回裏、楽天の攻撃時、星野監督がふとブルペンのモニターを見ると、なんと田中が投げていたんです。ブルペンで田中の気迫の投球を見た森山コーチは、初めて星野監督に、田中は行く気満々なんでと登板を直訴。森山コーチは後に、あの年は田中の年でした、次の年にアメリカに行くだろうとみんな分かっていたんですね、みんな最後は田中に行ってほしいという気持ちがありましたと語りました。そして3点リードのまま迎えた9回表、星野監督がピッチャー交代を告げ、場内に田中の名前がコールされると観客は大歓声。田中の登場曲ファンキーモンキーベイビーズのあと一つが大合唱され、感動的な場面となりました。当時サードを守っていたケーシー・マギー氏は、この時田中がマウンドに上がったことについてこう語っています。僕がジョーンズとロッカーに入ると、5分後に田中もロッカーに入ってきた。その時とてつもない形相でまるで鬼のようだった。それを見てジョーンズは、田中は今日投げる気だと言った。僕はまさかと思ったよ。でも田中は完璧な英語でこう言ったんだ。優勝を決めるために投げるってね。そしてその瞬間を本当に訪れたんだ。無理して故障するかもしれないのにマウンドへ上がってくれた。それはチームのため、星野監督のため、そして何より震災から必死に立ち上がろうとしていた東北のファンのためだったんだ。とんでもない選手だよ。そして田中は打者5人を魂の15球で仕留め、見事にチームを初の日本一に導き、胴上げ投手となりました。今年のシーズン成績は24勝0敗、防御率 1.27 と驚異的な成績で、最多勝、最優秀防御率、最高勝率を獲得。シーズン無敗で最多勝はプロ野球史上初、沢村賞は選考委員会によりわずか10分満場一致で選出され、自身初となるシーズン MVP も48年ぶりの満票受賞となりました。そしてシーズンオフ、ポスティングシステムを行使してメジャーリーグに挑戦、ニューヨークヤンキースと契約しました。
というわけで今回はマー君の第一次楽天時代を振り返りました。改めて成績を見るとえげつないのは一言ですね。しかもさらにメジャーリーグで揉まれて進化してると思うと、プロ野球ファンの僕にとっては一体どんな活躍をしてくれるんだろうと今からワクワクしています。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。サブチャンネル、ツイッターも新たに開設しましたので、概要欄からフォローお待ちしております。ありがとうございました。